ハバディグレースは、アメリカ合衆国の競争場、繁殖品場。主な勝値倉は2011年の、アップルブロッサムハンディキャップ、ウッドワードステークス、ベルデームステークス。2011年のエクリプス少年度代表場。2007年5月12日に誕生。2008年9月のキーンランド一歳馬セールに上場され、38万ドルで落札された。 1950年までメリーランド州ハバギグレースに存在したハバギグレース競馬場にちなんで命名されアンソニー・ダット老朽者に入球2009年8月にデビューし2000目に初勝利を挙げた初の重賞出走となったデラウェラ・オークスでは後に現代競馬有数のライバル関係と評されるようになるブラインドラックと初対戦し花さの2着となる僅差の勝負続く アラバマステークスもブラインドラックにクビサの2着に敗れるが、3度目の対決となったコテリオンステークスではクビサで勝利し、初めて先着を果たす。年内最終戦のブリーダーズカップレディーズクラシックでアンライバルドベル、ブラインドラックに次ぐ3着となって3歳シーズンを終えた後、前年11月に引退していたが2011年からの復帰が決まったラリー・ジョーンズ調教師のもに、 天馬や下。2011年は指導戦のアゼリステイクスで、ブラインドラックに三馬身一四1、4差をつけて勝利すると、自走のアップルブロッサムハンデキャップも解消して、初の G1 制覇を果たす。続くオビアステイクスも制して3連勝を飾るが、デラウェアハンデキャップでは6度目にして、最後の対戦となった、ブラインドラックとの一騎打ちとなり、花差の二着となる。 この一戦は G2 レースながら2011年最高のレースに上げられることが多い。その後、初のボバ相手の G1 となるウッドワードステークスを解消し G1.2 勝目を上げる。ベルデームステークスでは次走でブリーダーズカップディスタフを制するロイヤルデルタに8馬身1、4差をつける圧勝劇を演じて3つ目の G1 タイトルを手にした。 この年のボバ路線は3歳、コバ共に目立った存在が欠けていたことから、陣営は前年3着のブリーダーズカップディスタフではなく、北米ダート最高峰のブリーダーズカップクラシックへ挑戦を決断。当日は2番人気に押されたが、福平ドロッセルマイヤーから3場審査の4着に終わった。それでも、ボバ相手の奮闘が評価され、同年のエクリプス少年度代表馬に選出された。 ヒンバの受賞は2009年のレイチェル・アレクサンドラ、2010年のゼニアッタに続いて3年連続となった。5歳シーズンも現役を続行し、初戦のリステクト競争を解消。自走はラトロワンヌステイクスが予定されていたが、チャーチルダウンズ競馬場に滞在していた4月22日の調教中に右前足の急接に故障を発生。精密検査の結果、 人体への損傷が判明し、現役引退が発表された。以下の内容は、イクイペースの情報に基づく。2012年11月5日のファシュグティプトン、ノベンバーセールに上場され、1000万ドルでウィスパーヒルファームによって購入された。繁殖セールで取引された馬の中では2008年のファシュグティプトン、ノベンバーセールでのベターザンオーナー。 2007年のキーインランドのベンバーセールでのプレイフルアクトに次ぐ、史上3番目の高額での落札となった。2014年には初後の頻馬が誕生している。2015年には初の大馬が誕生したが、翌2016年9月のキーインランド一歳馬セールでは、リザーブ価格の設定ミスにより190万ドルで、手取りになっている。 2018年9月のキーインランド一歳、馬セールにおいて、2017年生まれのお馬が、山本又一郎によって55万ドルで落札され、日本へ輸入された。ありがとうございます。